幸運本は、幸運が整えたとされる、源氏物語の写本及びそれに由来する本文の、ことである。幸運本とは、室町時代中期に、幸運が、将軍、足利義持に献上した、源氏物語の写本及びその写本のために整えた、源氏物語の本文のことである。宮中の一つ、明星章は、この、幸運本を、青表紙本でもなく、 河内本でもないとしており、それ以後の注釈書もほぼそのままこの記述を受け継いできたため、かつては、この、幸運本については、幸運本原本とそこからの転写本を一つの、系統と考えて、青表紙本でもなく、河内本でもない広雲が整えた第三の系統の本文であると考えられていた。 そのような伝統的な考え方を受けて、池田機関の初期の本文研究の成果を取りまとめた、源氏物語系統論助説などでは、幸運本を、青表紙本、河地本と並ぶ一つの本文系統として挙げられており、これからの源氏物語の本文研究の課題として、できるだけ多くの写本を集め、青表紙本、河地本及び幸運本の性格を明らかにする、必要がある。 等とされていた。また、青表紙本でも河内本でもないということでこの、幸運本を別本の一つに位置づける見解もあった。しかしながら、実際に幸運本に属するとされる高松の宮本等の、写本の本文の内容を、巻別に青表紙本や河内本と比較してみると、小風の一条の実が、青表紙本系統。宇治十条の中の橋姫。 宿り木、あずまや、浮きふね、かげろう、てない、夢浮うきはの7条が別本。他は、かわ本系統というかわ本を主体とした、取り合わせ本であることが、明らかになった。そのため、現在では、幸運本を、青表紙本やかわ本と並ぶ一つの、本文系統としてあげることはなく、幸運本に由来する写本は、かわ本の中の一系統かまたは、 河地本を主体とする取り合わせ本として扱われるようになっている。幸運本は各館の巻末に以下のような巻名を読み込んだ幸雲による罰化と幸運の署名を記していることを一つの特徴としている。以上の罰化に現れる巻名や巻序について若投げ館や雲隠れの扱いについてはしばしば古い時代の巻序に現れるものであるが、顔取りや 公の詩についてはあまり例がないものの、寺本直彦による、かつて宿り木巻の後半部分は、宿り木とは別の顔取りという巻であり、夢浮橋巻の後半部分は、夢浮橋とは別の方の詩という巻であったとする説の根拠の一つになっている。幸運本の特色の一つは、各巻の巻末に、幸運による奥書きを持つことである。この奥書きの署名の名義は、 巻ごとに、また同じ巻でも、写本ごとに細かく異なるが、なぜそのような異なりが生じるのかは不明である。幸運本とされる伝本として、以下のようなものが確認されている。ありがとうございます。